こんばんは、岐阜の異端児です。エピソード人狼とは、一つのお題に対して議論。例えば好きな食べ物、村人陣営は好きな食べ物を取り上げ、そのエピソードを話す。人狼陣営は嫌いな食べ物を取り上げ、そのエピソードをあたかも好きかのように話す。村人は嘘をついている人、エピソードが嘘っぽいなどを考察して見極め処刑する。人狼が処刑された場合、自分が本当に好きなものを言って死ぬ。占い師の占い禁止、ハンターの発砲禁止。あーよかった。ゲームスタートです。身分を確認してください。よかったけど、なんだろう、分かっちゃうなこれ。上参ります。懐かしいな。2番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、村人陣営でした、うん、僕の好きな、スロット機種なんですけども、うん、僕基本的に番長シリーズって好きなんですよね。あ、まあ4号機とかはちょっと打ったことないんでわからないんですけど、うん、番長2から始まり、うん、サラリーマン番長で番長3、2番長何それ、番長対抗ってことで、特に好きな機種なんですけど、メモやな、メモ。僕サラリーマン番長めちゃくちゃ好きなんですよ。サラバンか。っていうのもサラリーマン番長で、僕初めてワンマイ出しまして、あもうね、これ完全にわかるじゃん、完全にわかるじゃん。終わり具合というかね、完全にわかるじゃん。終わらへん感すごいですよ。わかります、あの天国ループ絶対村じゃん、ね、しかも今わからず打ち出そうですよね。やっぱりあの解析情報も出てなくて、もう何て言うやろ、解析も出てない、六角とか、うん、構成定確定の演出とかも出てない、これやったらモードなんとかみたいな出てない状態で、寝台まだ1週間ぐらいの時にうちに行って角取れへんかったんですよ。で角に座って、もう角にか微妙やなと思ったら、もう速攻中、なんか ART に、まあ意味もわからず ART 入って、中段チェリー引いて、300くらい乗して、で、絶対無駄だ。絶頂入って、でもね、エンディング、知ってます？皆さん、サラリーマン番長にエンディングっていう演出あるの知ってますか？スロットあったし、どうか。知らん。あれだけ見てないですよ。そっから打ち込んで、打ち込んで、打ち込んでしたんですけど、その、サラリーマン番長のエンディングだけ見たことないんです。だからね、もうとりあえず初めて打ってというか、もうそれでぶっ壊れたからそっから打ち続けて、ええ感じっていう。まあ、2周目頑張ります。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。うん、2番さんガチ勢で、ね、私の好きな台は、うん、ちょっと4号機にもなっちゃうんですから入っちゃうんですけど、うん、ルパンですね。ルパンどれだ？ルパンで、5号機の銭形？銭形か。あ、ルパンシリーズってことか。いろいろ売ってきたんですけど、なんかね、ルパンの、うん、まあ、4号機は711枚がっつり出る1ゲーム連、あれ熱いですよね。で、1ゲーム連になったら、ルパン三世のテーマが流れるっていうね、あの熱い感じ。これあれがね、ちょっとやめられなくて。待って、3ゲーム連やろ。で、まあ、藤子ちゃんはね、ちょっと売ってないんですけど、うん。ちょっと私も最近あんまり売ってなくって、嘘くせえ。あんまり熱いエピソードはないんですけど、まあ、とにかく、いろいろな台を売ってきて、うん、ルパンが一番相性がいいなっていう感じですかね。まあ、ちょっとね、子供産んで、なかなか行く機会がないのと、お金がないんで、行けないんですけど、まあ、そんな感じで、私の好きな台は、うん、ルパンです。あ、これ、2周目から考察伸ばせるかな。どうしよう。エピソード、頑張ってちょっと思い出します。では、回します。4番、何しようのプレイヤーは、発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。私の好きな台は、リングです。
リング、リングの、ワン、ツー、両方好きですね。うん、特に、ワンが好きなんですけど、ワンの、最初の ART 入ってから、そこから、呪縛ラッシュに続いて、これはまあ、とある日、適当に、座った台、まあ、目についた台に座ったんですけど、うん、微妙やな。それで、一番熱い、なんだっけあれ、なんとかラッシュって言うんだよな。貞子ラッシュ的な感じ。あるに当たって、3000円から、そっから、7万ぐらいまで増えて、おぉ、やべえ、これ熱いってなって、そっからすごいリング1には思い出がありました。そんぐらいしか読めねえんだよな。ちょっと待って。すいません。以上。何にしよう。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。まあ、俺、その、オキスロ好きなんですよ、オキスロ。まあ、オキドキとか、南国育ちとかさ、あと何あったかな。まあ、花娘やったっけ、花伝説とか、好きなんやけど、その中でもね、特に一番好きなのがね、ねえねえ島娘っていう、台、知っとるかな。まあ、4号機にもあったんやけど、それの5号機の AT のやつ。あれ、そう、オキスロの、ねえねえ島娘やの、ねえねえ島娘。あれは、すごいよ。AT 機、5号機の、純増が高い AT 機の、初めて出た台なんやって。だからもう、ほんと純増早すぎてびっくりしたもん。それまではさ、1.5 枚とかの ART が普通やったのに、なんか 2.5 枚純増の AT 機ってことだよね。めっちゃ、もう、あ、やべえ、時間ねえな、これ。追加なし。本当に超楽しいんやって。6番。のプレイヤーは発言してください。はい、自分ね、今ちょっとチャットで言うんだけど、ゴッドシリーズが大好きなんですよ。ゴッドシリーズのね、いいところ。そもそもの話、ゴッドシリーズで、まあ、自分も5号機世代なんで、5号機からしかないんですけど、一番好きなのはハーデス。ハーデスが一番好きです。で、あと、ポセイドンもね、これみんな嫌いって、このあんなクソ台だって言うんだけど、ポセイドンもね、トライデントアタックをね、やるからね、マジで出るからね。俺、ポセイドン、凱旋、ハーデス、両方全部、万枚経験あるんですけど、ポセイドンに関してはゴッド散発でしたけど、ハーデスもね、ハーデスのいいところはね、やっぱ一撃のゴッドの期待値がね、高すぎるってところね。だって、8192で引くだけで、2500枚から3000枚の期待値だよ。やばくない？たかが8192分の1だよ。うん。もう、あ、2周目考察です。2周目考察です。うん。だからもうそこがね、ゴッドシリーズのいいところ。ちょっと吸い込みでけえのはちょっときついけど、引いてしまえばそれでいい。だからそれがいい。ゴッドシリーズでもポセイドンはちょっとおかしいな、これ。ポセイドンはクソだやろ、多分。1番のプレイヤーは発言してください。はい、自分が好きな機種に関しまして、アントニオ猪木という名のパッチ。どうだろう。初代猪木ですね。4号機の猪木なんですが、もうやっぱりね、楽しいんすよね。闘魂チャンスがもう癖になって、もうやばいんすよね。もう闘魂チャンスを引くためだけにスロット屋に行ってたみたいな感じですね。あと、道フリーズ。あれがもうたまんないんすよ。なんか3、4かな。いや、もう脳汁がとろけまくるというか、もうね、やっぱり、当時4号機の AT 機ってほんと爆裂して、うん、まあ、万枚とかも普通に行く台が多かったんですけど、特に猪木の闘魂チャンスはもうやばかったです。猪木。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。考察入りますね。まず、3番さんと1番さんに関しては4号機の話なんで正直自分わからないですが、3番さんが銭形も打ったと。僕銭形クソやったんですよね、マジで。うん。俺も銭形。出て速攻打てそうな店がなかったんで、ちょっとマイナーな店に行って、信頼取ったんですけど。うん。まあ、そこからも打ったっすけど、銭形はちょっとクソやったかな。思いってのはあんまりしてない。せいぜい出て2000枚っていうイメージやから、あんまり好きっていうのはちょっとわからんかったかな。自分目線の話なんで、勝手に皆さん殴っていくっすけど、流しておいてください。4番さん、リング、初代リング、呪縛ラッシュですよね。ダブルに昇格したりするやつですよね。うん、リングもね、あれ、純増3枚の割には、爆裂機ではあるんすけど、出ないよね、リング。ダブル入っても3000枚やったかな、4000枚出てなかったと思う、僕。
どうやってこれ壊すんやろうと思って、こんだけ壊してどうやって出るんやろうと思ったから、リングにもあんまりいい印象がないです、僕。だから、リングで思いしたって言っても、なんか真ん前出とるイメージもないんですよね。で、僕のサイクロ5番さんですよ。なんで島娘って多分、純蔵 2.5 じゃないはずです。2.8 とか 2.7 とか。2.5 だよ、2.5。好きな機種の純蔵を忘れる。2.5 やって、2.5。じゃなかったのを把握漏れしとんであればそうですけど、多分島娘って純度 2.878 とかやったと思うんで、僕の中で島娘 2.5 じゃ ないっていう把握なんで、そもそも好きな機種の純度枚数を間違えた時点で僕的には5番さんが最高かなと。間違ってたらごめんなさいね、後で指摘ください。6番さんに関してはまあゴッドシリーズはまあ僕も好きな部類ではあるんで、まあ難しいかな。好き嫌いっていうのははっきり分かれるけど、6番さんからは割とパッション感じたかな。1番さんは4号機なんて分かりません。サイクロ5番さんです。以上。3番乗っかってきたら3、4やな、うん、はい。これどうやって考察したいんですかね。まあ2番さんに何言うのであれば、好きな台なんで、まあ買ったは勝ったはもちろんなんですけど、まあ、勝った負けたも含めて、私はあの演出が好きで、っていうところはあるので、そこは承知しておいてほしいと思います。で、私の中では、5番さん、1番さん、怪しいな。怪しいな、やっぱ。6番さん、2番さんからすごいパッションを感じたので、かなりムラかなと思ってます。で、4番さんのリングに関しては、私ちょっとリング打ったことないんでわからないんで、とりあえず、5番さん、1番さんかな。で、黒提出しておきます。あー、雑。雑。プレイヤーは発言してください。まず2番さんにお返しします。リングの、ボーナス入った瞬間の両手が、キャーって落ちる感じ。あの演出について、俺はヒヤッとするけど、すごい好きなんです。あの感じがすごいスカッとするから好き。うん、で、まんまに出さなくてもいい。ただのゲーム感覚でやってるようなところはある、正直。で、俺のサイクルの位置は、3番だな。うん、3番だ。特に3番。俺もちょっとゼニカタ打った時あるんですけど、一番最初に、ルパンのテーマが流れるって言ったんですけど、あれ、もっと熱い時にならないとルパンのテーマって流れなかったっけ？っていうか流れたっけ？うん、よく覚えてないんですけど、数年前なんで。なんで、まあ、俺は今日、3番さんを釣ろうかな。で、うん、5番さんと6番さんに関してなんですけど、すごいパッションが伝わった。ありがとう。うん、特に6番さんの、ゴッドシリーズ好きは、うん、すごい伝わったんで、俺は、6番さん最初で置いてます。で、5番さんに関しても、うん、すごい、詳しい、詳しい知識で、俺は、島娘、が好きなんだっていうのがすごい伝わったんで、俺逆に俺5、6結構白かったんですけどね。よしよし、ありがとう。うん。で、1番さんはごめんなさい。俺もアントニオ猪木打ったことないんでごめんなさい。ちょっとわかりませんでした。まあ現状、まあ3サイクルで、1、2かなと思いました。じゃあすみません、5番さんどうぞ。5番のプレイヤーは発言してください。はいはいはい。じゃあもう2番に、もうそっくりそのまま返そう。2.5 枚なんすよ。わかるかな？あの台のシステム、知っとればわかると思うけど、あれってね、チャンス目が来た次ゲームにリプレイ聞くと当たるんですよ、島娘って。で、ということはね、リプレイそれなりに来ないと、なかなか当たらないじゃないですか。まあ、ゲーム数回転もあるけど。で、置き時並みにさ、リプレイこんかったら、置き時3枚か。で、転生かな？転生くらいかな？転生が 2.8 枚やった気がするで。ねえ、わかるでしょ？ 2.5 枚イコールリプレイがそこそこ来るからっていうことよ。うん、通常時のコイン持ちがいいからこそチャンス目でそこそこ当たるみたいな感じなんで 2.5 枚間違いないと思います。で、サイクロ1、3番。もう間違いないこれは。3番は、1ゲーム連って言っとったけど、ゼニガタって3ゲーム連なんだよね。もうそこ間違えるようでは、ちょっと芯を得ないよ。ゼニガタ3ゲーム連ですよ。で、4番もね、その次、時点で4番かな。4番は、リング、あ、ちょっと個人的な感想になっちゃうな。うん。なんかふわふわしてない。そんなにリング好きさが伝わってこんかった。で、まあ6番はね、ゴッド好きなんだろうなって感じするけどね、俺がちょっと思ったのは、
ね、トライデントアタック。あれ、しょぼいでしょ。トライデントアタックなんて入っても111で終わるでしょ、ほぼ。まあ、そこはちょっとね、理解できなかった。で、1番、アントニオ猪木。でも4号機ならもっと面白い台いっぱいあると思うけどな。うん。アントニオ猪木、ちょっとまあ、打ったことないんでわかんないけど、とりあえずね、3番だと思います、俺は。6番のプレイヤーは発言してください。ありがとう。はい、そうですね、考察から入ると、うん、そうね、3番、その3ゲーム目は、本当に書き取れるの笑った、マジで。うん。サンクロ硬いかなと思います。で、なんか個人的に、4番さんの、そのリングの、あの、キャーってやつが、なんか癖になるってわかるんですよね。自分、闇芝居とかも、あの、轟音とともに壁がガーって出てくる感じとか、すっげえびっくりするんだけど、なんかそこ癖になるっていうのはね、わかるんだよね。4番さんの。で、かくさんやっぱね、その、知識がすごいからね、ここ来るときついなっていうのと、でも、猪木もね、なんか初代はね、めちゃくちゃ良かったっていう人多いから、俺知らねえんだけどね。だからね、正直ね、3の黒は硬いと思うんだけど、そこの他の黒いってわかんねえ。で、やっぱ番長嫌いっていう人っていんのかなと思って。そうやな、それわかる、それわかる。番長嫌いっていう人は、打たず嫌いの人だと思うんだよね。で、打たず嫌いの人でさ、そんだけ知識あったら相当やばないと思うんだよね。うん、知識っていうほども語ってないんだけど、なんか絶頂ラッシュとかさ、知らねえんじゃねえかなと思うんだよね、知識なかったら。あ、で、興味なかったら。なんか番長シリーズは黒く見れるんだよな。わかんねえ、わかんねえ。そうなるとね、やっぱちょっとね、共感はできるけどね、キャーがち、ちょっとあれかなとは思いますね。で、かきさんに作るとトライデントアタックなんだけど、うん、トライデントアタックやれたら、出ますって言ったんですよ。誰もトライデントアタック好きなんて言ってないんですよ。うん。ポセイドンの肝はトライデントアタック。そう言いたかっただけなんです。なるほど。うん。で、自分、個人的に純蔵の話で言うと、うん、外線の3枚はないですよね。だけど、ハーデスってさ、正直さ、2.9 だっけ ?2.8 だっけ、うん、なんだけど、なんか 3.5 ぐらいない。って思うんだけど、ポセイドンは待って、純蔵に。1番。ポセイドン、純蔵にもないと思うけど。発言してください。はい、まず、好きな機種を聞いて、あ、こう、確かに、それはありそうだなと思ったのが2と5。うん、まあ、番長とオキスロはあり得るなって感じ。で、6番さん、ゴッドは確かにあり得んすけど、ポセイドンも好きってちょっと臭いなって思いました。ポセイドン、クソ面白くなかったんで、自分。で、あと、一応5番さん、6番さん言ってきますけど、4号機のあの、ゼニ型は、3ゲーム連もあるんですけど、1ゲーム連もあるんですよ。え、そうなんや。リプレイ外しとか、順外れ引けば1ゲーム連するんですよ。ああ、まあ、それはそうやな。3ゲーム連もあるんですけどね。まあでも自分も3黒は硬いかなと思ってますね。スーパーシリーズ。あと、リング好きってのもちょっと、ちょっとどうなんだろうな。めっちゃ好きやとる。めっちゃ好きやとる。めっちゃ好きやとる。以上です。3、4だろ、これ。始めてください。私じゃありません。何かの間違いです。いや、俺これ人狼引いても絶対いけるよ。俺人狼引いても絶対いける、これ。もう、あんま好きじゃないでいっぱいあるもん。あんま好きじゃないけど詳しい台結構あるよ、これ。3番のプレイヤーが選ばれました。ハンターなの？え、村なの？ハンターなの？嘘は負けたじゃん。3番。え？のプレイヤーは発言してください。そうなんですよ。これもう誰かに黒塗りされた。やべえ、これ1-4だろ。これ、本当に。じゃあ、ほんまに4号機1ゲーム連あったんですよ。そうなんや。そう。で、女子はもう何枚とか、もう何点何枚とか、もうわかんないんですよ、そんなん。もう、うん、そんなんよりも、もう演出が楽しいか楽しくないか。なんですよ。それで好きか嫌いかなんですよ。4か。で、私はその、ルパンの歌が聞きたい。歌が好きなんで、ほんまに、ルパンシリーズは好き。ゼニ型シリーズも好き。ルパンの歌好きって人初めて見たわ。ですか、誰かに黒にされましたね。誰ですかね。私5番黒硬いと思うんですけどね。ルパン好きって。たくさん、オキスロですか。私はあんまり好きじゃないんで、5番さん、黒提出しておきます。夜が来ました。目を閉じてください。ルパンの歌好きって人珍しくね。昨夜は誰も死にませんでした。1番のプレイヤーは発言してください。
はい、ここは考察でいいんですかね。うん、俺は4か6だと思いますけどね。4か6。まあ、ここ2浪か、でもここはあんのかな。でも、あんだけ、オキスロについて熱く語ったが、俺4、6のような気するんすよね。で、番長は普通だもんな。まあ、自分、あの、猪木のエピソードを話すとすれば、うん、初めて万枚出したのが猪木だったんですよね。だからもう、そっからもうすごく好きになって、っていうところですね。なんか、わかんねえな。まあ、4だな。4は間違いないな。あれは気持ちよかったです。うん、4は間違いない。投稿チャンス、行くぞ。あった2番のプレイヤーは発言してください。ね、これ、LINE で言うなら見えへんっすね、正直。うん、僕以外が全員3番さんに投票してるんで。俺でも5番さん硬いと思うんすけどね。俺 5? ってところかな。マジで？やっぱね、誰も番長シリーズ系に僕に突っついてこうへんのはちょっと気になったとこではあるんですけど。番長。まあでも言わしてもらうとね、あなたたちね、うん、サラバンでボーナス引いたことありますかね？ありますよね。あるある。で、あの、6個あるじゃないですか。6個溜まっていくじゃないですか。わ、うん、かります？で、青になって、青から行ったら、あれ全部溜まった絶頂になるんですよね。うん、で、僕、あの、1個目の、まだ1個も溜まってない状態で、うん、弱水化やったかな？強水化やったかな？で、あれ全部溜まって絶頂行ったからね。ほんま。金玉震え上がったよ。ほんまに。金玉震え上がったよ。スイカ？怪しい。怪しい。そのチャットスイカは怪しい。わからんけど。スイカは怪しい。いや、で、これ、わからん。ごめん。ほんまにこれは弁当っていう。弁当っていうよ。怪しい。島娘の。あ、ゴーヤン。あ、そういうことな。あ、ゴーヤンって、そんな5番さんにそんなチャットしてええのみたいなと思ったわ。いやほんま気に怪しい、そんな怪しくなってきた。出てないんやって、まだ回復。フレディだけやん。くれもその時は白いのフレディだけやん。でも金玉震え上がるからマジで。怪しい。あ、俺5番さん硬いと思うねんけどな普通に。っていうところかな。っていうかこれ調べんのありな。俺 2.5 じゃないと思うねんけどマジで、はい、島娘。2.5 やって。ちょっと調べてほしいよ。2.5 じゃないと思う。言いて、めっちゃ言いて。俺発言終わったから調べてもええかな。うん。4番。調べてよ。のプレイヤーは発言してください。調べていいよ。あ、よくないか。リング好きって、まあ確かにあんまり聞かないけど、うん、俺かなり好きなんですよね。あれ結構思い入れ深いんです。うん。あの、いろいろステージがあって、その中で、アテンションステージだったりとか、移動ステージで、で、あの、移動ステージでリプレイ2回当てたら、あの、確定だったりとか、うん、あの、そういう演出だったりとか、あの、うん、何回も言うけど、そういうキャーっていう演出だったりとか、なんだっけ、あれ、なんあ、や、わかった。わかった。JK! 出てこない。JK、JK! 片腕だけ落ちるやつ。片手だけ落ちるやつ。うん、あれもリプレイ揃えると、なボーナス確定みたいな感じになるんです。うん、で、俺、それで、あの、リングの台だけ俺、目押し、すごい頑張ったんです、うん。っていうパッションだけだと見せておきます。で、狼の髪がなかったってことは、うん、っていう考察いいのかな。俺ね、あの、2番さんと、うん、6番さんのパッションすごいんだけど、うん、で、5番さんも好きなのわかるんだけど、俺の中で、ちょっと申し訳ない。俺、1サイクロ。で、うん、GS 上げると、うん、1562っていう感じになる。だから俺今日ちょっと1番さん釣りたいかな。俺5番さんで、狼だったら怖い1が6番っていう感じ。5番。のプレイヤーは発言してください。いやー、ちょっと2番臭くなった。あの、番長打つ人ってさ、弁当箱のことスイカって言わんくね？弁当箱って言うよね。いや、好きなら、そこおかしいなって思った。ちょっと2番黒目上がった。で、4番はね、4番は相変わらず怪しい。あの、俺リング打ってさ、一番思ったのが、もう、
女子高生のグラフィックめっちゃ綺麗やなってのが、女子高生はぁはぁって思ったんやけど、そこ全く言わなかったよね。いや、あの台の売りそこやと思うんやけど、俺今日は4番やな、絶対4番で。で、ちょっと島娘はね、俺あれね、2012年に出たな台なんやけど、俺ね、2年ぐらい前に打ちたすぎて岐阜県からね、長野まで行って、長野県長野市のディーバスっていう店まで打ちに行ったんやって、島娘もうそんぐらい好きやで、ほんとね、俺は信じてほしい。で、そうだな、1番なんか俺オオカミマークつけとるな、なんだろう、なんて言ってたっけ。でも最後ね、猪木のモノマネうまかったんで、ちょっとそこはわかんない。ちょっと1番が一番色わかんないな。で、6番は白い。今日は4番だな、もう間違いない。もう間違いなく4番。あとリングのチャンスゾーンマジでイライラするから、あれ、片手が落ちてきた時はあれチャンスゾーンだからね。だから全然嬉しくないよ。まあ、多少嬉しいかもしれんけど、チャンスゾーンマジ当てれる気しないから、あれ。6番のプレイヤーは発言してください。個人的にはな、4のね、気持ちもわからんでもないんだよね。うん、確かに、柿さんの言う通り、ね、女子高生の生足にハーハーするっていうのはね、そう、間違いないんですよ。そこの言わなかったらちょっと気になるんだけど、やっぱりそれよりも気になるのはね、2番さんのね、スイカだよね。そう。弁当箱だよね、普通に。強弁当引いて逆回転、ウェーじゃねえの。ちょっと待って。スイカは言わねえだろ、マジで。言わねえよ。マンチョシリーズは弁当だよ。で、なんかね、1位からね、怪しまれてんのが、ポセイドンで怪しまれてる。ポセイドンね、本当に確かにね、みんなつまらんとか言うよ。つまらんとか言うけど、トライデントアタック、111ゲームからの、まあ、成り上がる確率は 30% なんですけど、そう、30% 超えたらだよ。50% だよ、50%。もう2分の1で111ゲーム乗るんだよ。やばない。まあ、純増だから大した爆発力はないんだけど、そのゲーム数の間に縦ストック頑張って、まあ確かに16個とかあってもさ、1個しか乗らないこともあるよ。あるんだけど、それでもね、途中にね、イージスモードとか引けたら、ボーナスとか引けたら、まあそこそこにも取れるし、超イージスとかだったらね、縦ストック10個とかもいけるからね。あと、ゴッドフューリー楽しいよ、普通に。赤七とはまたちょっと違う感じだけど、まあ、外線の赤七の話ね。まあでも似たような感じだし、あそこもね、うまくやれたらね、結構乗るんだよね。やっぱね、その一撃のね、はまった、なんだろ、型にはまった瞬間の、ポセイドンはすげえいいと思う、俺。だから、ポセイドンは型にはまるとうまいって話。で、何番釣るの？美味しいって話。何番釣るの？ 4 番でいいの？ 4 番でいいの？私じゃありません。何かの間違いです。4番でいいの？4番のプレイヤーが選ばれました。大丈夫かゲーム、運動の勝ちです。嘘、やっぱ弁当箱じゃん、マジかよ。いや、やっぱ弁当箱じゃん。いや、それは単純に言い間違いだ。言い間違い。なかなかスイカっていう人いないですもんね、番長好きな人で。っていうか、嫌いすぎて、いや、ほんま番3と番長2めっちゃ好きやってんよ。でも、サラバンの嫌いすぎて、嫌いなとこ探しとったら、もう意味わからんくなったよね。普段ちゃんと弁当箱って言うね。カキさん、俺、JK の生足興味ねえから。いや、あの台の売りそこやで、なあ、フレディ。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いします。そして今、関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。